ハロー、イヒビン純一マスダ、フォン・ゲームフリーク。ゲームズコムに来ているポケモンファンの皆さんに、このビデオメッセージをお届けします。昨年発売したポケモン XY、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日は11月28日にドイツで発売されるポケモンオメガルビーアルファサファイアについてお話をします。言ってみれば宝塩コンファーム。宝塩地方は日本の九州をモチーフにしています。九州は私の祖父母や多くの親戚が住んでいたので、子供の頃夏休みによく遊びに行ってました。海に潜ったり釣りをしたり、山で虫を捕ったりキャンプしたり、魚を捕まえたり、九州は大自然の中で自然と一体になって遊んだ特別な場所なんです。2003年に発売されたポケモンルビーサファイアで、私はディレクターを担当したので、非常に思い出深いゲームです。ゲームフリークのスタッフと必死にポケモンルビーサファイアを開発した日々は、私にとって大切な思い出であり、まるで昨日のことのようにはっきりと記憶に残っています。今回のポケモンオメガルビー、ポケモンアルファサファイアでは、私はプロデューサーを担当し、大森をディレクターに指名いたしました。では大森を呼んでみましょう。大森。はい。大森は私が指揮を取ったオリジナルのポケモンルビーサファイアを十分に理解していますし、きっとオリジナルとは異なるさらに新しいレベルのタイトルを任天堂 3DS、任天堂 2DS 向けに作ってくれると信じて起用しました。大森、よろしく。はい。ハロー、イフビン、シゲル大森、フォン・ゲームフリーク。ポケモンオメガルビーアルファサファイアのディレクターを務めています。個人的にもオリジナルのルビーサファイアが大好きですし、正直ディレクターに指名された時には少しびっくりしました。しかし同時にこのエキサイティングなプロジェクトを担当でき、本当に嬉しく思っています。ルビーサファイアをプレイしたことがある人にとっては懐かしい気持ちにもなれると、同時にストーリーをはじめ新しい要素を組み込んでいますので、十分に楽しんでいただけるようにしています。新しいメガ進化ポケモンが出たり、原始グラドン、原始カイオーガがいたり、バージョンアップした秘密基地があったりと楽しさ満点です。当然初めてポケモンのゲームをプレイする人にとっても最高に楽しいと思います。とにかく新しい宝塩地方での冒険を11月28日からたくさんの方に楽しんでもらいたいと思っています。そうそう、今回ここで新しいメガ進化ポケモンを紹介したいと思っています。このポケモンは癒しそのもの、皆さんにとって本当に大事なポケモンです。このポケモンもメガ進化するの?とびっくりすることでしょう。それではビデオを見てみましょう。おお、色が白になるだけで印象が全然違うね。タイプもフェアリーが加わっているんだね。そうなんです。そして異種地方のポケモンとしてメガ進化するのは初めてのポケモンなんです。では、ゲームズコム2014の任天堂ブースを楽しんでください。そしてポケモンオメガルビー、ポケモンアルファサファイアを楽しみにしていてください。また会いましょう。